はいどうも、大谷です。本日はですね、ツイッターからいただいた質問にちょっとお答えしていこうかなと思います。まではちょっと早速読み上げましょう。はい。ツイッターから、しのさんという方ですね。はい。営業の上司が全くアドバイスも相談も聞いてくれない人なので、ひたすら大谷さんの YouTube で勉強してますと。参考にさせていただいていますが、まず、上司がそんな会社に今後もいていいのか疑問に感じてきました。ぜひ、営業部とは、について、記事や YouTube も上げてください。よろしくお願いいたします。というですね。まあ、こういった質問をいただきました。まあ、このメッセージの要点って一体何かっていうと、まあね、アドバイスも質問もね、その聞いてくれないような、まあ、そういった上司っていうのが会社の中にいていいのかみたいな、まあ、そういった問題提起にですね、なるような質問なんじゃないかなと思います。はい。で、僕がね、この文章の中でちょっと気になった文言がありますので、今回はその文言についてね、ちょっと質問をお答えさせていただこうかなと思います。それが営業の上司が全くアドバイスも相談も聞いてくれないってところですね。で、ここについてですね、ちょっと深掘りして解説していこうと思うんですけれども、僕はね、この営業の上司が全くアドバイスも相談も聞いてくれないっていうわけではないんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。はい。まあ皆さんがね、ちょっとどう思うかは分かんないんだけど、僕はそうじゃないと思うんですね。はい。結論から言うと、教えることができないって思ってるんですね。つまり、意地悪をして、教えないってしてるわけじゃなくて、教えることがそもそもできない人たちが多いんじゃないかなと思ってるわけですね。じゃあなんで教えることができないのかっていうと、ほとんどの人たちっていうのは、実は営業って感覚ベースでやってるんですよね。どうですか？皆さんの職場にも、なんかこう、しっかりと体系的に教えてくれる上司、または同僚とかでもいいんですけど、います？多分ね、多くはないんじゃないかなと思うんですよ。僕もね、これ経験上思うんですけれども、まあ、周りにね、なんか抽象的なことを言う人はいるんですよ。例えば、問題解決をしようとかね、もっと話を聞こうとか、お客様のね、気持ちになれとかっていうね、抽象的なことを言う人はいるんだけど、具体的に何をすればいいのかっていうことをですね、教えてくれる人ってそう多くないんですよね。まあ、つまり感覚ベースでやってる人たちが非常に多い。だから上司とかはそもそもアドバイスもできないし、アドバイスできないから意味がないと思ってるわけですね。で、もうちょっとね、この感覚ベースでやっているってところを深掘りしてお伝えしたいんですけれども、まあ営業とかでね、よく言われるのが問題解決しましょうってやつですね。どうですか？あなたの周りにも問題解決しましょうって言ってくるような、まあ、上司とかっていると思うんですけれども、まあ、これ実は間違ってないんですよ。営業ってもう本当に問題解決。これ一手なんですよね。だから問題解決をしなきゃいけないんだが、じゃあね、問題解決しましょうって僕に言われて、具体的にお客様に対して、あなたは今後何をするんですか？多分何もできないんじゃないですか？なんでかっていうと、抽象論だからですよ、これが。はい。つまり問題解決しましょうって言われても、何をすればいいかわかんないよね。はい。で、僕がよくお伝えしてることがあるんですよ。それが何かっていうと、まあ、現状とこの理想ですね。はい。ここを聞けと言ってるんですね。なぜならば、この現状と理想のこのギャップこそが問題だからです。つまり、問題解決っていうのはさ、この現状と理想のギャップを埋めることなんですよ。はい。ということは、ヒアリングで、ここ、現状と理想を聞かない営業って、ありえないですよね。問題解決しようとかさ、悩みを聞けって言われたら、抽象的すぎてさ、何を聞けばいいか分かんなくない？まあ、僕はちょっと営業のね、コンサルタントもしてるから、こういった具体例になっちゃうんだけど、例えば今現状で3件しか契約取れてません。はい。でも理想は、月6件です。つまり3件のギャップがあるわけですよね。つまり、こことここを聞いて、ここを弊社の商品サービスで埋めることができますよ、というのが営業なわけですよね。どうですか？問題解決をしましょうっていう上司とね、まあ僕は上司じゃないけれどもさ、この現状と理想を聞きましょう。なぜならばって言って具体的に説明してくれる上司、どっちの方が具体的なアクションを起こしやすいですか？はい、僕がすげえとかそういうことを言ってるわけじゃないの。そうではなくて、どちらの方が今後アクションを起こしやすいですか？明らかに僕ですよね。じゃあなんで大谷の方が具体的なアクションを起こしやすいのかっていうと、抽象論で逃げてないからだよね。他にも具体例を挙げると、例えばさ、質問をしましょうっていう人も中にいませんか？まあ、質問型営業とかって、まあ、本が結構あったりするぐらい、営業ってね、この質問めちゃめちゃ重要なんですけれども、じゃあなんでですか？はい。まあ、これに答えられる人はもうすごいです。はい。まあ、ちょっと考えてみてもいいかもしれないけれども、止めてね。はい。まあ、ただ、これ動画だからちょっともう答えを言うんだけれども、はい。それは、クロージングをするための材料集めをするために質問は重要なんです。先ほどお伝えしたよね。
クロージングをするための材料は何でした？現状と理想ですよね。はい。つまり、ここを聞かなきゃいけないんです。あなたの現状の契約数は？あなたの理想の契約数は？聞かなきゃいけないですよね。で、これを聞いた上で、じゃあこのギャップ埋めれますって言ってプレゼンテーションに移行するわけだよね。ということは、質問をしなければ材料集めはできないんだよね。だから質問をしなきゃいけないんです。って言われたら明日からしません？だって質問をしなきゃいけない理由が明確になったじゃないですか。多くの人は質問しましょう。とにかく質問してみ、頑張ってみで終わるんですよ。ただこんな抽象論じゃね、やる気出ないじゃん。だって理由が明確じゃないんだもん。まあ以上ね、問題解決しましょうとか、こう質問をしましょうみたいな、まあ感覚ベースのね、こうアドバイスみたいなところについて、まあ触れてね、お伝えしてきたわけなんですけれども、今回の質問をまとめるとね、はい、営業の上司が全くね、アドバイスも相談も聞いてくれないってところなんですけど、僕はそうじゃないなって思うんですよね。そうではなくて、体系的に、教えることができない人が多いと。まあつまり感覚ベースでやってる人が多い。ということなんですよね。なので、やっぱ僕がね、おすすめするのは、ちゃんとね、体系的に、こう、営業を教えてくれる人、そういう人からしっかりと教わるってことが重要だと思うんですよ。なので、上司に体系的に教えてくれる人がいないのであれば、そこから教わるのではなく、別の人から教わると。これはね、別に大谷からコンサルを受けるとか、そういうことを言ってるわけじゃないの。例えば僕の動画を見るとかね、まあ、今だったらその無料で情報なんてさ、手に入れることできるじゃないですか。で、YouTuber、営業してる YouTuber なんて他にもいるでしょ。僕以外にも。今たくさんいると思うんですよ。なのでそういった人たちの動画を見つつ、営業を体系的にマスターしていき、そしてそれを実践していくと。そうすることによって、あなたの営業力っていうのは上がってきますので、上司だからといって頼らないこと。上司でも使えない奴はいっぱいいるから。まあ以上でね、今回の内容は終わりとなるんですけれども、まあ質問とかはね、YouTube のコメント欄ですとか、あとは LINE アドレスとかからまあ募集しておりますので、まあぜひですね、様々な質問今後もいただければ幸いでございます。というわけで、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録ですね。ぜひともよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。